二刀使いか。旧兵風情が剣士の真似事とはな。27、それだけ弾き飛ばしてもまだあるとはな。どうしたランサー、様子見とは君らしくないな。先ほどの勢いはどこに行った。チッ、タヌキが減らず口を叩きやがるか。いいぜ、聞いてやるよ。てめえどこの英雄だ。二刀使いの旧兵なぞ聞いたことがない。そういう君は分かりやすいな。僧兵には最速の英雄が選ばれるというが、君はその中でもえりすぐりだ。これほどの僧士は世界に3人といまい。加えて獣のごとき敏捷さといえばおそらく1人。ほう、よく言った、アーチャー。
ならば食らうか。我が必殺の一撃を。止めはしない。いずれ越えねばならぬ敵だ。生徒、まだ学校に残ってたの？そのようだな。おかげで命拾いしたが。失敗した。ランサーに気を取られて周りの気配に気づかなかった。アーチャー、あんた何してんの？見てわからないか。手が空いたから休んでいる。んなわけないでしょ。ランサーはどうしたのよ。さっきの人影を追ったよ。目撃者だからな。おそらく消しに行ったのだろう。追って、アーチャー。私もすぐに追いつくから。なんて間抜け。で、アーチャー、ランサーはマスターのところに戻るはず。せめて相手の顔ぐらい把握しないと割が合わない。ランサーの槍で一月か。心臓をやられてちゃ助からない。それにはまだ死んでないってのはすごいな。顔を見ないと。それぐらいはしなくちゃ。
ごめんね。見とるぐらいはしてあげる。やめてよね。なんだってあんたが。だからなんだってのよ、バカ。やっちゃった。仕方ないか。まだ息があるのが運の尽きだった。完全に死んでいたらどんなに魔力の蓄えがあっても蘇生なんてできなかったし。失敗してたら目も当てられなかったけど、成功したからいっか。ええ、正直に言えば充実感あるしね。こういう経験も悪くはなかったわ。行こう。済んだことは済んだこと。こいつが目を覚ます前に帰らないと。いっか。いい加減頭を切り替えなくちゃ。あれだけの戦いを経験しておいて何ほうけてるんだ私。ランサーか。宝具を使われそうになった時は焦ったけど、実際使ってたら正体は分かったのよね。
お帰りなさい。成果はどう？すまない。失敗した。よほど用心深いマスターだったのだろう。少なくとも、こちら側の町にはランサーのマスターはいなかった。そう。まあ、簡単にはいかないわよね。覇気がないな、マスター。いつもの伊勢はどうした？まさか、先の一戦でおじけづいた、というのはなしだぞ。君が命じるのなら、今すぐにでも、ランサーとの再戦に赴いてもいい。そんなわけないでしょ。私が打って出ないのはね、単に無駄で回したくないだけなんだから。うん。無駄でもしたくない？だって、まだマスターの数が揃ってないでしょ？今夜のはやむなしだったけど、開戦の合図があるまで戦わないわ。それが聖杯戦争のルールだって、父さんは言ってたし。そうか。君の父親もマスターだったのか。何を、何か言いたいことでもあるの？あんた。ああ、一つ聞き忘れていた。リン。君は、幼い頃からマスターになるべく育てられ、それに従ってきたのだろう。つまり、初めからマスターになることを予想していたわけだ。当たり前じゃない。それはいきなりマスターに任命される魔術師もいるそうだけど、私は別よ。遠坂の人間にとって、聖杯戦争は何代も前からの悲願なんだから。そうだろう。なら、目的が塔にあるはずだ。私はそれを聞き忘れていた。主の望みを知らなければ、私も剣を預けられない。リン、それで、君の願いは何だ？願い？そんなの別にないけど。何？そんなはずはあるまい。聖杯とは、願いを叶える万能の杯だ。マスターになるということは、聖杯を手に入れるということ。だというのに、叶える願いがないとは、どういうことだ。よし。明確な望みがないのであれば、漠然とした願いはどうだ。例えば、世界を手にするといった風な。なんで？世界なんてとっくに私のものじゃない。あのね、アーチャー。世界ってのはつまり、自分を中心とした価値観でしょ？そんなものは生まれた時から私のものよ。そんな世界を支配しろって言うんなら、私はとっくに世界を支配している。バカな。聖杯とは望みを叶える力、現実の世界を手にできる力だぞ。それを求めるというのに何も望まないというのか、君は。だって世界征服もめんどくさいし、そんな無駄なことを願っても仕方がないでしょ。あなた、割と想像力が貧困ね。理解に苦しむな。それでは、何のために戦う？そこに戦いがあるからよ、ハーチャ。ついでにもらえるものはもらっておく。聖杯が何だかは知らないけど、いずれ欲しいものができたら使えばいいだけでしょ。人間生きていれば欲しいものなんて限りないんだし。つまり君は。ええ、ただ勝つために戦うの、アーチャ。
まいった。確かに君は私のマスターにふさわしい。あ、サーヴァントにマスターを選ぶ権利はないけど、一応聞いとく。なんで私があなたのマスターにふさわしいのよ。言うまでもない。君は間違いなく最強のマスターだ。使える相手としてこれ以上のものはない。そう、ありがとう。あなたに言われるなら世辞ってわけじゃなさそうだし。さて、ならば一息入れようか。七人目のマスターが現れるにせよ、それは今すぐというわけでも。と、ちょっと待て、リン。君、あの飾りはどうした？飾りってペンダントのこと？はあ、あれなら忘れてきちゃった。もう何の力もないものだし、別に必要ないでしょ。それはそうだが、君がそう言うならいいが。ええ、父さんの形見だけど、別に思い出はあれだけってわけじゃない。よくはない。そこまで強くあることはないだろう、リン。拾いに行ってくれたんだ、アーチャー。もう忘れるな。それはリンにしか似合わない。そう、じゃあありがとう。待った。そんなやつ生かしておかない。まったく、余計な苦労を背負おうとしているぞ、君は。いる、さっきのサーヴァント。
飛び越えて倒すしかない。その後のことはその時に考える。嘘。ねえ、アーチャー。これも、もしもの話？さあな。だが、これで七人。ついに数が揃ったぞ、リン。やめるな！今の魔術は見事だった、メイガス。だが最後だ、アーチャーのマスターよ。
on vacation. You got pretty green eyes, I can see them dollar signs, girl. Hey, yeah. I heard that you addicted to.